3月14日月曜日の全国の天気をお伝えします。北海道は1日を通して日差しが届きますが、本州は朝は雨が降るところが多くなります。午後は一旦雨が止み、各地日差しが届く見込みですが、西日本は一旦止んでも再び雨が降り始める恐れがあります。折りたたみ傘を持ってお出かけください。関東は天気が崩れる心配はありません。予想最高気温24度と晴れの陽気となりそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。ぜひご活用ください。